6月21日、横浜市都筑区にある北大和地区センターで、季節の花を使ってリースを作る講座が開かれました。この講座は、クリスマスリースだけではなく、身近な花を使った季節ごとの花飾りを多くの人に知ってもらおうと開催されました。今回は、この時期見頃のアジサイと、ドライフラワーに適したユーカリ、スターチスの3種類を使ったリースを作りました。講師を務めたのは、都筑区などでフラワーギフトショップを営む宮原さんです。アジサイを小さく分け、枝分かれしているところにワイヤーを巻くと、アジサイの花束が丸みを帯び、リース全体をきれいに見せることができるのが今回のポイントだそうです。参加者はおよそ1時間半をかけてリースを完成させました。丸く空間ができないように止めるところがとっても難しくって、結局空間がいっぱいできちゃったので先生にたくさん手直ししていただきました。小さい花束を8つから10個作るところからスタートだったんですけど、ボリュームが均等になるようにまとめていくところが難しかったです。毎回本当に手間取ってるんですけど、先生にいろいろ教わって最後結構直してもらって綺麗になるっていう感じで、はい、楽しく通ってます。リースってセンスとかではなくて、作れば作るだけ上手くなるので、これをきっかけに、まあ、やっぱいろいろなリースを作りたいっていう意欲が湧いていただけると、僕ら花業界としても嬉しいので、今日はすごく楽しかったです。